注目だと思うんですよね。立ち合い、はい、やっぱり有田ですかね。これまではあの右四つがっぷりになることが非常に多いこの対戦ですが、差し手争いは必ずやると思いますね。そうですか、うん、今場所白鵬はあの右四つに行くというより左四つに行く立ち合いが多いからですね、膝を押しているのではないかと思いますし、右四つはちょっとやっぱりならない方がいいですね。あ、そうですか、うん、あ、それと照ノ富士側から昨日の白鵬の立ち合いありました、何か迷うようなところが出てくるかどうかというのはどうですか。ないでしょうね。あれはあれはもう気にはならないと思います。そうですか。たとえあんだけ仕切ってむしろ下がってもね、あの下がりは何年いるのね、うん、まあ、おそらく本人ノーコメントでしたが正代の圧力を避けたんだと思いますが、あ、かなり注意深く照ノ富士の様子を見ている感じです。先ほども何秒間か両者にらみ合いがありましたね、はい、この照ノ富士はですね、他の力士と違って白鵬戦の時でも腹が据わってますよね。もう自分の相撲を取り切れば勝てるんだという自信はあるんでしょうね。さあ時間になりました。2年ぶりの千秋楽相星決戦、全勝決戦。勝つのはどちらか、白鵬でしょうか。照ノ富士だって負けてられないよ。照ノ富士も怖い顔に変わりました。軍配が返ります。落ち着いて、そうなってんできたか、相手に先に手をつかせようという、確保、完全復活を告げる優勝。ただいまの決まり手は小手投げ、小手投げで白鵬の勝ち。勝ち続けることでこの苦難の場所を乗り切りました。あ、膝に手をついています。力を出し切りました。なんという気迫。
鵬が勝ちましたね。勝ったね。ただまた立ち合い肘打ち行きましたね、照ノ富士の顔面を狙って肘が、その前に手を出しておいて勝ち上げるという、はい、ありとあらゆることをやってるけどね。この強烈な立ち合い、これはもう照ノ富士も左前回しを やってることはえげつないんだけどね、この勝負にかける執念、いやすごい執念ですね。今日はあのかち上げに行くために痛む右足を軸にして踏み込みました。そしてここで自分十分の形を作って、この気迫は抑えなければいけないところだったとは思いますが、昨日もそうですが、北の富士さん、もう勝つことへのもうそれだけだね、思い、何かもう人を、なんちゃうんだろうね、ここまで今まで45回優勝を見てるけどね、はい、こういうのはもちろん初めてだし、なんかあったかね。